長です。紬だよ。破産から復活できたようだな。それでここからやり直しで利益見直しだな。だがおそらく今のままではダメだろう。私もそう思う。根本的にお客さんが少ない可能性が高いよね。それはあるな。確かすでに買い物しやすさは足りてるだろう。なんだよね。だからここから見直すとすればもう重要だけど。それも頭打ちだな。ということで新しいフェンスを用意して他の恐竜を受け入れるようにするよ。妥当な判断だな。おそらく恐竜の種類数も指示に出てくるだろうから、ある意味先行投資を兼ねてね。ようやく達成だよ。あれから増やしたのか。私は恐竜を詳しく知るまでは陸上にしか存在しないと思っていた。他の生物と同じく恐竜の起源は海にあります。一部は海にとどまりました。それが海生爬虫類と呼ばれる種です。モササウルスとかか。ご用意できますよ。作れるのか。ラグーンと孵化場を建設していただけるなら可能です。費用は莫大ですが。その点は心配いらん。金に糸目はつけない。どんどん進めてくれ。それと観察ギャラリーをつけたいな。最初のショーは最前列に座ってゆっくり見たい。一応パラサウロロフスとエドモントサウルスを追加したよ。そのおかげでレストが増えたってことだな。なんだろうね。で次はラグーンだって。そもそもラグーンってなんだ。調べたところ湖みたいなものかな。とにかく外界から隔てられた水域ってことらしい。なるほどな。この様子だと次は海洋生物になりそうだな。そういうことだろうね。で仮に作るとしたら右下の部分になるから。そこにもモノレールを通すんだな。そうそう。それでこの外周も完成に近づく。ようやく最終形が見えてきそうだな。ただ気になるのはラグーンの大きさだね。さっきの研究画面だとエイビアリードームみたいな感じだったから。となるとつなげて設置することになりそうだな。やってみてからだけどそうなりそう。まあそれなりにスペース空けておいたからなんとかなると思うけど。その時に確認だな。何か孵化したようだが。さらに恐竜を増やそうと思って。コンプソルナッツか。あとは場所だけど。でティラノサウルスと同居できるの。これはまさかの発見だな。さすがにティラノ一頭だとバックツアーも寂しかったけど。これを入れることによって盛り上がりそうだな。出会ってほしい。これで種類も稼げるし。そうだな。そういえばラグーンの研究は終わっているようだな。だね。それもさっさとやっちゃうか。じゃあラグーンの設置に入ろう。他のこともしていたようだが。今回はちゃんと研究も調査も進めてるからね。とりあえずラグーンから。そういえば孵化場の研究が必要そうだったな。だね。ほんと道のりは長いよ。でまずは起点。あとはどうつなげるか。でちょっと。なんかつなげられない感じだな。そんなことはないと思うけどな。これならいける。ちょっと形が変じゃないか。しょうがないよ。とりあえず設置してしまわないと。できれば6個ぐらい欲しいかな。なんかあるのか。いや前にエイビアリードーム作った時に6個でやってちょうどって感じだったから。それを真似ようってことか。とはいえもう綺麗な形に作れないけど、せめてここに。そうすれば比較的綺麗な形になるな。ちょっと地形いじってなんとかなるか試してみよう。よし今度は孵化場だ。さっきのラグーンはなんとかなったのか。いや頑張ったけどダメだった。後でちょっと見えるけど結構平らにしたんだけどね。それが本当なら別の要因がありそうだな。まあとりあえず5つで進めてみるよ。それで狭いとかにならなければいいな。それが怖いね。まだ拡張できる場所はあるにはあるけど。後で電線も用意しておこう。こうやってみるとイルカのショーを行うプールみたいだな。それに近いものがあるんだろうね。じゃあ電線も用意して。変圧器。今回は補給が少なくていい感じだな。あれ毎回警告上がるたびにするの面倒いよ。やっぱ発電所を早めに解除するのは正しいっぽいな。まあ経営面でもそこまで困らないようだしな。経営で言うとやっぱり怖いのは嵐。あれほんとひどいな。ほんとよく復活できたもんだ。あれは運が良かっただけ。ここまめにセーブ取らないと間違いなく後悔する。
そんなレベルか。そんなレベルだよ。じゃあ観察スタンドも研究に入ろうか。そのお金はあるのか。とその前に孵化場みたい。今回そういう制約が多そうだな。まあ学んでいってねって感がすごいある。せっかくラグーンも完成したし。何かするのか。海洋生物の研究だよ。これだ。正確には海洋爬虫類とあるな。海で爬虫類と言われてもな、見た目はクジラみたいじゃん。確かにそうだな。もしくはサメなんかと同じなのかもだけど。まあこれが完了すれば海洋生物の調査もやれそうだな。だね。と言っても化石なんだけどね。そうだな。さて研究進めてる間にパークを完成させちゃおう。これだとモノレールか。これが最後の駅。ここに置いて。これで4カ所か。東西南北と設置したから、疲れたらこれで入り口まで戻れるように。なんかそう仕向けられていた気もするな。だろうね。それに乗っからない手はないと思うよ。そりゃそうか。じゃあモノレールのラインを上下に伸ばしてこよう。それでパークはほぼ完成だな。あとは通路とか商業施設とか細かい部分の調整だね。じゃあ海洋生物の化石も取ってきてもらおう。これ魚のマークが目印だな。だね。まずはプレシオサウルス。でどんなのか分かってるのか。いや分かってないよ。でもせっかくラグーンを作ったんだし。その前に観察スタンドだろ。それもちゃんと準備してるからならいいが。これでもいろいろ考えながらやってるんだよ。それは分かった。ただお金には気をつけろよ。今嵐が来たらまた破産するぞ。それは困る。じゃあ観察スタンド建てようか。ようやくか。てかめちゃくちゃお金がかかるから、そのお金を貯めるのにすごい時間がかかるんだよ。そういうことか。であれば今後さらにかかりそうだな。そうなんだよね。商業施設は限界だし、恐竜増やすのも100万単位になっちゃうし。研究はどうなんだ。お金稼ぎに必要なのはやっちゃったよ。と言っても商業施設系だけど。指示を達成したな。あれいつもならここで会話が挟まるのに。何も言ってこないな。まあいいや。次はモササウルスってやつね。それも何か分かってるのか。いや分からないよ。マッチョを刺してこいってことなんだろうけど。そこからだな。あ、警告が出た。どうやら嵐が来るようだな。ならこれだ。なんだこれは。シェルターを開放したんだよ。これも今更だけど気づいたこと。何か意味あるのか。そりゃあるでしょ。お客さんがシェルターに入って行ってるじゃん。でもそれだけか。それだけって言えばそれだけだね。でも本当の効果はこの後。よくわからんな。壊れるものはやはり壊れているようだな。重要なのは評価だね。今そんなことしても無駄な気がする。いや少しでも先手を打っておかないとまた破産しちゃう。この範囲の被害が拡大してる。でも評価そんなに下がってないでしょ。確かにまだ資産がキープしてる。これはお客さんが安全な場所にいるからみたいなんだよね。それがさっきのシェルター開放か。みたい。ジュラシックパークの時とかはしなくても全然平気だったけど。さすがにワールドではこの手を打たないとまずいわけだ。だね。これに気づいてれば前回も破産せずに済んだかも。まあ今続きからやれてるからいいだろう。ほんとそれは運が良かっただけ。じゃあ落ち着いたらシェルターを閉じよう。プレシオサウルスの孵化も終わったようだし。そこまで進めてたのか。抽出とか卵選択とか微妙じゃん。一番はこのシーンだよ。登場シーンぐらいしか大きく見なくなってしまったからな。レッサの魚なんだけど。簡単に用意できるだろう。実は今からなんだよ。あのプレシオサウルスがラグーンに入ってからじゃないと研究できなくて。それ大丈夫なのか。まあ持つと思うけど、できれば先に研究か。
リリースと同時に解除してくれればいいのに。今回は不親切だな。だね。でもこれでもう少しお客さんが入ってくれるかな。どこまで人気が出るかだな。さすがにこの中で動いているのを見るのは難しそうな気もするが、そこはゲームだからなんとかなるんじゃない。と死んじゃった。老衰か。で結核、さっき治療方法を研究したのに間に合わなかったようだな。ごめんなさい。とりあえず死体は片付けだな。ちょっと結核が流行ってるから医療チームに頑張ってもらおう。よし、海洋生物2種類目。どんどん行くな。肝心のモササウルスは全く進めてないようだが、あれお金かかるんだよ。これほとんどイルカじゃないか。少し鼻が長いけどね。これなら大丈夫かな。個体数の部分が少し足りないようだが、じゃあ後で足しとこう。なんか雑になってきたな。というか町がすごく長いんだよ。それぐらいお金がたまらないということだな。後化石調査にお金かけすぎはあるけどね。あ、また死亡土。病気は収まっただろ。テキラのだ。しかも老衰。そういえばここに運び込まれたやつだったな。となるとここに運び込んだ別の子も、もうそろそろ寿命が尽きてくるやつが出てきてもおかしくないな。だよね。ここじゃ自然に生まれてくれないからな。減った分はどうするんだ。この子もだ。で減った分ね、一応化石集めてゲノム抽出してるから、卵を合成して補充することになるかな。となるとますますお金を貯めるのがきつくなるわけだ。ということか。まあしょうがない。これでも少しずつは溜まってってるからな。そうみたいだな。だがモササウルスとかはさらにかかるんだろ。そうなんだよ。できれば老衰で死んじゃう前にモササウルスやっとくべきだったかな。でちょっとプレイ時間が長くなったんで休憩入ります。モササウルスはお預けか。ちゃんと時間やるから。